五国産は、古代中国で、五官から東大にかけて流通していた、厚生新薬、官食産とも呼ばれる。東大の医者の孫志柏の、備え急戦金翼化玉木15からの出展である。小乳石、硫黄、白石竹子、史石,石 A、赤石油という5種類の鉱物をすりつぶして、作られたもので、不老不死の効果や巨弱体質の改善に効果があるとして、 中国で広く流通した。五国産を服用すると皮膚が敏感になり、体が温まってくる。これを散発と呼んだ。もし散発が起こらず薬が内にこもったままだと中毒を起こして死ぬとされた。散発を維持するために絶えず、歩き回らなければならず。これを行産と呼んだ。五国産を服用した状態で歩き回る様を呼んで、散歩の語源となったとされている。 一般的に三国時代の義の漢により作られたものとされているが、諸病言稿論などによれば、五漢の時代にはすでに服用されていた不の記述も見られる。施設信号中に引く漢職三論では、漢職三の方、漢来に出ずるといえども、これを、用売る者や揉めなく、出売る者、言うることなし。義の証書、勘初めて信仰を得て、これより、第二を二行割れ、 服、する者愛、広むと記述する。五国産を服用する後の症状として、精神の医者の候補静かの日記の中には、俗定た互い、下縮み入り喉、東海大吉を、様相を小一世、老生身長糸口、生肉乱海、直群、超高列、中表六も、ことごとく官職産の生なりと記載されていた。ありがとうございます。